こんばんばは今日は面白いクイズを発見しましたのでそれを紹介したいと思います。あるクリスマスの日ある刑務所での出来事です。刑務官が4人の囚人たちに言いました。今日はクリスマスだからあるゲームをしよう。 このゲームにお前たちが勝ったら今日の労働は免除にしてやる。よし、外に出ろ。指名された4人の囚人が外に出ました。そしてそれぞれが一直線に並んだ椅子に座りますが、先頭の彼だけは逆を向いて座ります。はい、座りました。それぞれ囚人の名前を左から A、 B, C, D とします。そして A と B の間には、このように、ついたてを置いて見えなくします。次に、ここに赤い帽子と青い帽子がそれぞれ2つずつあります。これを囚人は確認します。はい、確認しました。この帽子を各人がそれぞれ自分がどの帽子をかぶったかわからないようにかぶります。 まず目を閉じて、帽子をかぶります。はい、かぶりました。目を開けます。それぞれの囚人は自分が何色の帽子をかぶっているのかわかりません。この状況だと A は、目の前のついたてだけ見えて、ついたての向こうの他の3人は見えません。B は、 えー、A とほぼ同じで、ついたてだけ見えて、ついたての向こうの A と後ろの二人の状況は見えません。え次に C ですが、えー、C, C は目の前の B の帽子が見えます。えー、最後に D ですが、えー、D は、えー、前にいる B と C の帽子が見えます。えー、この状態で看守が言いました。 自分の帽子の色が分かったものは立ち上がって答えろ。誰か一人でも分かればお前たちの勝ちだ。ただし振り返ってはならないし、話してもいけない。はい、ここで問題です。誰か分かる人はいるでしょうかいるとしてはそれは誰でしょうここで一時停止して考えてみてください。 はい、それでは答えです。はい、分かった人は立ち上がって答えてください。お、B か、あ、C か。はい、D が立ち上がりました。はい、それでは D、答えてください。お、座り直しました。はい、誰も分からないので、囚人チームの負け。お、C が立ち上がりました。はい、それでは答えてください。赤。はい、というわけで答えは C でした。えー、これはなぜだか分かるでしょうかえー、それでは説明します。 まず A はどうでしょう ?A はついたて以外何も見えませんのでどう考えてもダメそうです。B も A と全く状況は同じなのでわかりそうもありません。次に C ですが C が見えるのは B の帽子だけですのでさすがにこれだけの情報では自分の帽子の色はわからないでしょう。最後に D はどうでしょう ?D が見えるのは前に座っている B と C ですが えー、もしこの B と C の二人が同じ色の帽子ならば、えー、D は自分の帽子が、えー、それとは違う色の,色の帽子だとわかります。えー、例えば、えー、B と C の二人が赤の帽子を被っている場合は、残りは青しかありませんので、えー、D は自分の被っている帽子が青だとすぐわかります。えー、しかし、えー、残念ながら今回は、えー B と C はそれぞれ青と赤ですので、D は自分のかぶっている帽子の色はわかりません。よって D もわかりません。はい、全員がわかりません。しかし、ここで状況が変化します。後ろの D がわからないという事実を知ったこの C が、自分の帽子が前に座っている B とは違う色の帽子であるということに気がつきます。よって C は自分の帽子の色が赤だと気がつきます。 赤ちょっと補足説明します。えこの場合 D は前の2人が青の帽子をかぶっていることから残りの帽子は赤しかありませんので D はすぐ自分の帽子が赤だと気がつきます。さらに C ですが後ろの D が分かった時つまり D が立ち上がった時点で自分が前の B と同じ青だということがわかります。これは D が色を言う前にわかります。はい、戻します。この問題の正解率を求めたいと思いますので、できましたらこの問題が分かった方はコメント欄から連絡いただければ幸いです。ありがとうございます。 応用問題です、えー。5人の囚人で考えてみます。えー、まずは、えー、全員目をつぶって、えー、帽子を入れ替えます。目を開けて、えー、これで自分の被っている帽子がわかる人はいるでしょうかいるとしたら誰でしょう、えー、ただし、えー、青が3つ、赤が2つであることは全員が知っています。えー、ここで一時停止して考えてみてください。 はい、それでは解説します、えー。まず A ですが、A はやはり、つ、えー、いたてしか見えませんのでダメでしょう、えー。B も A と同じです。えー、次に C ですが、C も見えるのは B だけですので、全然わかりません。えー、次に D はどうでしょう、えー。前の2人が青ですので、まだ他に青が1つあることがわかります。えー、ただし、これだけでは自分の帽子の色はわかりません。 え最後に E です。えー、e には、えー、前に座っている3人のうち、えー、青が2つ確認できますので、他に青がどこかにあることがわかります。えー、ただし、その青を自分が被っているのか、それとも A が被っているのかは判断できません。ここで先ほどの問題と同様に状況が変わります。えー、D は、自分がもし青を被っていれば、後ろの E は、 自分が赤だということがわかるはずです。しかし E はわかりませんでした。そこで D は自分の帽子の色が青でないということに気がつきます。よって D が自分の帽子の色がわかります。赤。もう一つ応用問題です。人数をまた4人に戻して、配置を変えます。 えー、B、C、D の3人はお互いの帽子の色を見ることができます。えー、もちろん自分の帽子の色は見えません。えー、ここで目を閉じて、帽子を入れ替えます。はい、入れ替えました。目を開けて、はい、この状況で、えー、誰が自分の帽子の色がわかるでしょうか。えー、ただし、えー、全員が青が3つ、赤が1つであることを知っています。 ここで一時停止して先ほどの要領で考えてみてください。はい、それでは答えです。赤。全員が一斉に分かりました。解説します。もし、この BCD のうち誰かが赤い帽子をかぶっていれば、他の2人はすぐに自分が赤だと気がつきます。しかし、誰もすぐには気がつきません。 そこでちょっと時間を置いてから3人とも A が赤い帽子をかぶっていることに気がつきます。一方 A ですが BCD の3人が誰もすぐにわからない状況を見て自分が赤だということに気がつきます。よってちょっと時間を置いてから全員が自分の帽子の色がわかります。はい、それでは今日はこれで終わりにします。おやすみなさい。